でも分かんないけど、俺次生まれたらボケをやってみたいなとは思う、次の人生では。うーん、まあなんかその感じるよね、そういうのは。どういうこと？なんか感じるよね。こいつボケたいんだろうな。恥ずかしいことを言うな。あれはこいつボケたいんだろうな。どんなタイプのボケやの？すごいなんかエッジの効いた、なんかセンスのいい感じのボケがいいわ。なんかちょっとシャに構えてるぐらいの。なんかわーっとこうテンションじゃない。インチキプロデューサーが言う言葉だよ。エッジの効いたボケ。あ、例えばじゃあバカリズムみたいな感じとか。あ、例えばね。はははあ、なんかこうね、ちょっとセンスちょっと知的なで、いいネタ作ってみたいなさ。あ、だからってじゃあバカリズムと今解散して組むかっていうと、なんかちょっといや、バカリズムはやっぱピン芸がいいしなとか。そうだね。え、だ誰と組む？でも組むって言ってもな、まあでも俺は亀だな。違う、そういうのいいのよ。違う、なんで真顔なんの？違う、いや、おかしいの。言われた俺がカッコつけるんだら分かるんだけど、なんで言った方がカッコつけてんのかが分からない。やっぱ俺を自由にボケさせてくれる相手は上田慎也。そんなことない。それは田中さんの方が嫌だから、なんでそっちカッコつけてるの？でもなんかほら、クマってまた違うじゃん。まあそうね、あんまりそのなんつうの、一緒にネタ作ってなんか倹約とかにはなりたくないよね。そうなの、そうなの。それは嫌だね。絶対揉めるもん、うん、俺とピーちゃんだったら。絶対これ毎日言ったら絶対揉めるもん。そうだね。うん、ケンちゃんとかは、あ、ケンちゃんとかとやりたい放題やるやつは、お互いに売れないよ。まあね、売れないよ。まあ売れないね。理解できないもんだって。だってまあケンちゃんと泰造が本当そんな感じだったからね。泰造がそうだったんだから、フローレンス時代絶対売れてるんだから、あいつ。だからフローレンスだって本当お互いやりたい放題のノーガードの殴り合いみたいなもんだからね。何もないんだ。そこで純ちゃんが入って、うん、まあ分かりやすくなった。そうだよ。それこそロゼッタストーンのあのシャンポリオンみたいなもんだから。そうそう、そういうことだよ。純ちゃんはね、そう解読したんだよね、これを。あれ純でよかった。あれ俺が入ったらもうさらにダメだよ。いや、とんでもないよ。もう地獄絵図だよ、そんなもん。だから純ちゃんがさ、かわいそうなさ。純どうした、首がやっちゃったの？なんか首のヘルニアかなんかで手術して、手術はうまくいったんだけど、その痛み止めの薬がなんか強いやつらしくって、なんかもうずっとぼーっとして、もうろれつもいまいち回んないと。で一回そう手術直後にしゃべくりの収録来たのよ。来たけど、なんかその時になんかね、普段の純ちゃんとなんか違ったわけ。例えば、まあ、俺は純ちゃんと別に普通に喋るんだけど、有田とかあんまり有田を出すぐらいの感じで、そんなあんまり、ね、スタジオの裏で話したりもしないんだって。でもその時はずっと、有田、お前サッカーのワールドカップ見に行かへんのみたいに話しかけてくるんだって。そんな状態なの？で、いや、ちょっとわざわざ見には行かないね、ほんま。サッカーどこが強いのみたいな、なんかやったら話しかけてくるんだって。なっちゃった。で、別れてこうなんかね、トイレ行ったんだって。したら20秒後ぐらいに、有田サッカー見に行かへんのみたいな感じで。やばいじゃんそれ。何純ちゃん、怖えな怖えなみたいになってたんだって。で、どうもネプチューンの楽屋でもその日おかしかったらしくって、泰造にはなんて言ったかな、いやー泰造お前はほんま役やっとるよな、ドラマに出てお前はバイプレイヤーになるでみたいな。ケンちゃんにも、ケンは今のままでええな、うん、お前はそのまんまやってけって、こう、遺言なのみたいな話になってたわけ。で、俺んとこにも来たのよ、楽屋に、本番前ね。そんな、今まで一回もないんだよ。あ、上田、ごめんな、今日ちょっとぼーっとしてんねんだから、迷惑かけるかもわからんけど、で、お前も腰悪いやろ、お、悪いね。俺がほらやってもらったこの医者のところ行ってお前も見てもらえ、これほんま名医やからって言って名刺持ってきてくれたの。ああ、ごめんね、わざわざありがとう。あかん、それはわしのやってくれねえんだ。見しただけかいみたいな。俺に対しての遺言はその名刺だったんだろうね。なんかみんな一言ずつなんかいただいたみたいになってて、でもまあまあ、でもまだこの間収録来たんだよ、一回休んだけど。で、どうも多分原因としてはさ、ね、ここがなんかこの辺が悪いと、うん、
で多分唯一考えられるのはさ、純ちゃんがここ座っててさ、しゃべくりでケンちゃんがこの斜め後ろに座ってるわけよ。でケンちゃんが後ろからさ、純ちゃんの頭をこう押せてカーッと飛び箱みたいにしてくるなんていうパターンがあるのよ。多分それだと。それでひどいなけグンっていつもこうなってたから、うわそれでなってたんじゃねえかと思って言ってて、で2ヶ月ぐらい前に上田俺もほんまあかんねん、どっかなんかその A 先生知らへんかみたいなになってさ、なんでいいんだ、いやちょっともうここがもうヘルニアであかんねんってなって、いやそのケンちゃんに言った方がいいあれをね、もうすんなって言った方がいいよって言ってさ、まあ、でもなあやっぱほらな、そんな言ってなんかこう気使わせるのもなあれやしなみたいな、いやでもこれね、これで純ちゃんがねなんか大怪我になったらケンちゃんもね、いやそこまでしてこれやりたかったわけじゃねえってなるからいいなっつって、ほんまかって言って、その日のなんか楽屋でケン、あれはやめてくれへんかってなミーティングをしたらしいんだけど、50のおっさんがさ、いやそうなんだ。